むしろ私はですね、この選挙を通じて各地でいろいろ起こっている問題の整理をしなければいけないのかなということが改めてさらに、痛感させられました。これゆえしっかりとですね、皆さんの声をですね、どういうふうに国の方で反映していくかと、これからまた一生懸命やっていきますので、ぜひ皆さんのご協力、まあ、ご指導もいただきながら、ぜひ、なんとか、努めていきますので、皆さんのご支援をよろしくお願いしたいと思います。本当に皆さん、12日間短い期間ではございましたけども、ご声援ありがとうございました。